よいしょ。こんばんは。あー、この文字ってずっと出るんだ。でいいか。こんばんは。こんばんは。カメさん食べて。アイスのあれだ、イベントだ。ありがとうございます。いいよねこの時期のアイス。しんいちさん、ミックスソフト。これ私もチョコとバニラのミックスソフト好き、めちゃめちゃ好き。こげでもさん、メロンかなこれ、緑、抹茶、かき氷。今日かき氷の日らしいよ。ありがとうございます。赤木山さん、ソフトクリームいいよね。溶けんようにせんといけんけど。きよ兄さん、いちごかな、かき氷ありがとう。ゆなはかき氷はいちごが一番好きかな。いちご派ですね私は。いちごのかき氷。今日そう、7月25が夏氷の日らしくて、かき氷なんか語呂合わせみたいな、そういう感じらしいです。うなはどうだろう、夏はかき氷かな。アイス、でも物にもよる。アイスでも今日冷凍庫開けたらアイスがいっぱいあった。落ちちゃう、スマホが落ちちゃう。ゆうなが買ったアイスがいっぱいあった。ママに早く食べなさいって言われた。食べるよ。でも今日はばあばんちで食べたからもうアイスは食べない、冷たいもん食べないよ。練乳は気分だな、かけたりかけなかったり。こんばんは。今日はカープを見てて、お風呂に入ったらこんな時間です。課題終わってません。早くしなければいけません。まあ明日そんなバカみたいに早いわけじゃない、いいけどさ、いいけどもよ。よいしょ。ちょっとやばいよね最近、夏休み前になって机の上がぐちゃぐちゃです。きれいにしなければいけません。今日はコンピューターの課題があります。情報のやばい、マジでちょっと部屋が荒れてきてる。ちょっとタオル投げてくるね。ヘアオイルを持ってきた。
大人でしょ。ヘアオイルをつけるよ。てか誰も気づいとらんけど、この前髪切ったんよ長さ変えとらんけど、前髪が短い、切ったけど。前髪が短いでしょ、切ったのよ。こんばんは。どこまでコメント読んだかな。氷や雪星行きたいね。そう、カープ8連勝だったかな。もうすぐうなうなの日、本当にそう。30日だったっけ今年。あ、間違えた、間違えた。よいしょよいしょ、パソコンを開きます。本日早く課題を終わらせたいです。終わるかな。明日やばいんよね、マジでやばい授業。まあやばいって、でもそんなやばくないけど、緊張。プレゼン単元末テスト、プレゼン。ちゃー、そう、服ワンピースがいっぱいです。つぶしきさん、ハートありがとう。フラペチーノさん、いちごのかき氷ありがとう。ありがとう。フラペチーノさん、ミックスソフト、アイスクリーム、氷、緑のかき氷、ソフトクリーム、ありがとう。ひげちしんちょう先生、緑のかき氷ありがとう。ヘアオイルはね、なんだっけ、アンドハニー、え、違う気がしてきた。違う気がして、え、待って、なんでネットつながらんの。ネットつながり、お、忘れまった。よきよき。まるともちゃんさん、どうぞ。ありがとうございます。前髪短くなった、そう、めっちゃ少なくなりました。夏仕様にすっきりなりました。あら、暗くなった。今日何日？ 25 日。明日26日だよね。なんだこれ。 OK、 髪切った。いやマジで気づかんぐらいちょっとしか切ってない。あきらさん50年、ありがとう。
みゆさん50年のありがとう。あ、お手紙届いてた。みゆさんありがとう、ありがとう、読みました。しんいちさん、ライフハートありがとうございます。うな、うな、大学、大学こんな服よ、こんな服よ。大学いろいろ、これあんま着てないな、これとかワンピース多めよ。ワンピースか T シャツデニムか。フォロワー9000人。そうなの。最近ショールームのプロフィール欄はあんま見てない。これは完了。完了と、これ、これもプレゼン、これもこれですね。大学は教育系です。教育、小学校の教員を目指しております。宮本浩一さん、緑のレモンありがとう。レモンじゃない緑のメロンのかき氷ありがとうございます。しんいちさん、アイス。宮本浩一さん、ソフトクリームありがとう。こんばんは。瀬戸内のミニマロンさん、メロンのかき氷ありがとう。日焼け止め頑張ってるよ。あきらさん、メロンのかき氷ありがとう。アイドル、アイドルっぽい。これそうなんかな。全然普通の服だと思って着とった。やばいかな。小島さん、はじめまして。今の室温何度だろう。温度計がない。でもパパのネーネーの部屋か、向かい側の部屋からもらってます。難しくないかこれ。大丈夫か。マジか。いけるかな。頑張ろう。頑張ろう。皆さんものんびりのんびりしながら、明日の準備とかしながらのんびり見てください。全然見んでも、聞くだけでも。これはこれですね。ダウンロードパワポ。スチューの衣装じゃない。全然全然私服です。ファイルを開く、これですね、これですね。
これで、よし、いてててて、ちょっと模擬授業の道具とかもろもろが、おいや、椅子を動かしたいんですが、何のプレゼン？明日1個は授業がもう明日最終回じゃけん、前期の学んだことをまとめましょうみたいなやつ。どっちも間のあれもこれあれなの、もしかしてみんな見れるやつ、これ。みんな見れるやつなん、これ。そういうことね、はず。めっちゃ同じスライドにさ3人ぐらいあのピンが立っとんだけど、そう、みんな前日にするのね。はい、しましょう。しましょう。しんちさん、ライフハート、ありがとう。自習は1年生からありますよ。1年生からありますよ。そう、Google のね、クラスルームで、基本全部課題とか、連絡とかしてるんですけど、みんなやってますね、今。先生からのその説明、やり方のワードみたいなの届いて、ドキュメントが届いて、共有されてるから、みんな見れる。ヘッダーとフッターに、見つけた時刻の自動更新、スライド番号、フッター、時刻を固定で制作日、違う、7月25、全てに適用、セクション第1問を選び、どういうこと？これか。セクションの追加、追加線、追加しない、どういうこと？セクション第1問を選び、任意のテーマを選んでください。違うな、ここだな。
第2問、ほんで第3のスライドの画面切り替えなんじゃ。ここここかな。そう、クラスルーム第1よ。みんなクラスルーム使ってる。高校の時も使ってたの。パワポ、パワポ、パワポ。ないかな。デザインターブのテーマも知ってるよ。バリエーション、なんだったっけ、なんだったっけ、セクション、セクションってなに。セクションってなーに。はあ、宮本浩一さん、かき氷ありがとう。なんだろう、パワポのセクションってこれで合ってんのかな。これで第1問、ああそういうことか、いいんかも。第1問を選んで、任意のテーマを選んでください。任意のテーマ、テーマ、どうしようかな。これにしよう。いや、やめよう。ちっちゃくなった。文字がちっちゃくなるのは困るんだ。あ、これにしよう。おー、そういうことね。すごい、セクション。わかった。パワポでセクションを使うと、セクションを使うとスライドの中でも区切りみたいなのができる。はいはい、はいはい。お次はページ2、ツアーの特徴。箇条書きで段落番号をつけて以下の項目を入れなさい。箇条書きで
これか。こうしてこれをこうして、あ、できた。おう、ちょっと待った、これの、あ、こんぐらいでいいかな、見にくいかな、これでいいか。容器、ほんでなんだ、よし、2ページ目できた。3ページ目、任意のアニメーションをつけて段落ごとに表示しなさい。アニメーションフロートイン、え、下から段落別に、下から表示、OK。 4番、時計の任意の吹き出しをつけて次のテキストを追加しなさい。吹き出し、時計、吹き出し、引き出しを任意のアニメーション、イエイエイ
課題頑張ってるよん。NRR00223 アイスありがとう。ページページこんばんは。トキオさんはじめましてこんばんは。順調に進んでるよん。つぶゆすけさんハートしんいちさんドラマありがとうパワポの使い方講座、みんなパワポ使える使う会社とかで。スルさんかき氷ありがとう。イエイ、パワポを作ってるよ。3ページ目、あ、 LINE 開いちゃった。 LINE じゃない LINE じゃない、スマートアートを使って作りなさい。うんうん、スマートアートを使って作りなさい。スマートアート、どんなやつを作るんだ。はあはあ、やつね。何がいいかな。高等料理なんて言うんだろう。広いに東、北京料理じゃなくて上海料理じゃなくて、なんて言うんだろう。広東、広東料理。へえ、広いに東で広東料理って言うんだ。初知り。やばい、眠たくなってきた。頑張れ頑張れ。ほいほい、眠くなってきたよ。おい、オッケー。4枚目スケジュール、その表のスケジュールを表で作成しなさい。ふんふん、ててててて、1、2、3、1、2、3、4、3の4列数、
お腹が鳴ってる。こんばんは。今日の夜ご飯教えてくれてんの？シートはね、何枚作るんだろうこれ。お、まだ11時になってないです。だって頑張ろう。シートはね、結構あるよ多分これ。シートは全部ね15枚。頑張れ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 。こんばんは、こんばんは、こんばんは。カップ麺食べてる。カップ麺いいな。いつ食べたっけ。日曜日の夜食べたわ。もうヘトヘトになりながら帰ってきて、でもお腹減って食べたわ。ママもう寝とったし。君は本当に羨ましい。君は笑ってる。なんかさ、椅子ちっちゃくなった。こんな低かったっけ。広東料理か。ほんまじゃ。中華がゆ。配信しよったらさ、寝ようにも寝られんけんさ、やるしかない。飲むお茶ってなんて読むん？どういうこと？
ほい。最初にビビンバ頼むことわざわざ娘さんに言ったんですか？いける。娘さん何歳ですか？私より年上？年下？24 24 24。おい、できたできた。7 7 5から7ページ。1日目2日目3日目。おお。工程を書きなさいって言われても、ああ写真だけでいいってことか。土日マジで疲れた。楽しかったけど疲れた。やむちゃ？へえ。中華料理のなんかメニューかなんかってこと？高2、高2の子にそんなことを言ったのね、ビビンバのこと。絶対どうでもいいって思ったやろ。教育学部、ぜひぜひぜひ教員目指したかったら教育学部いいですよ。いやでもマジでほんまに教員目指さんからめっちゃ暇そうじゃけど、暇っていうかもう興味なさそう授業が。じゃけどマジで教員になりたいからは多分楽しいと思う。言うのもすごい楽しい、子供のこととか学ぶから。なんだったっけ。あ、これ開かないんだ。1日目1日目アウトが 20% 閉じました。レイアウトはね、あのなんていうの、授業で習った指示ができてるかみたいな確認だから、これしてくださいあれしてくださいみたいなのはもう決まってるんですよ。そう、あれから調べればいいんだ。違う、どこに入力したんじゃろ。何、どこに入力したこれ今。いいよね。おいしょ。
広東料理。フカヒレ、フカヒレが有名。フカヒレ酢豚、これでいいか。はい、拡大。いやー、昼間がいいな。背面おい、えい、2日目。あー眠たくなってきた。養蜂は養蜂取れるん？え、分からん。取れんと思う、多分取れない。多分小学校と中高は取れると思うけど、でもなんかそういうこと聞いたらなんか努力次第みたいに言われた。多分カリキュラムとしてはあるんじゃないけど、取るのは大変みたいな、そういうことだと思う。
四川料理、北京料理。麻婆豆腐これでいいか。北京料理は北京ダック水餃子。はい、広げて感じにジグザグにします。適当すぎる。まあいいや。はい、3日目。3日目は飲む。いや、なんだったっけ、やんちゃなんだったっけ。やむちゃか。やむちゃとは、やむちゃとはこれと上海料理。上海料理とは魚介や野菜、小籠包。飛行機の夜、これでいいか。夜と東京の夜。飛行機で帰って東京。うい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 
うい、8枚目え、違う、7枚目かな。フカヒレ食べたことある？フカヒレ食べたことあるかい？ほっぺたプリプリさん、かき氷ソフトクリームありがとう。直太郎さん、はじめまして。ね、作新学院負けたんでしょう。てか今年高校野球全然見に行けてなくてショック、ショックというか、なんか夏来た感洗脳ですよね、マジで。スライダーマスター開いて、ロゴを入れてください。第2問、スライドマスター、どうやって読んだったっけ、これか。第2問のスライドマスター、戻る。力12。よいしょ。どうやってすればいいの？まあいいか。やっぱ寝たな。背景じゃない。違う。これの、違う、あれ？これか、これの、これの、違った。行けた。挿入。
眠たい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 よ。違う飛びまとじよ。まあいいや、後でやろう。8ページ。画像とワードアート、表紙を飾ってください。ワードアート。アクセンの色眠たい。みんな起きてる？マッチさん、アイスアキさん、かき氷ありがとう。眠たいね。やば、あと30分で12時やん。ミキヤくんさん、ハートありがとう。パパ、いびきかき始めた。
こちらこそ17日ありがとう。新地さんレフハートありがとう。かけ玉さんソフトクリーム。たたらパパさんかき氷ソフトクリーム。クレイジーさんソフトクリームありがとう。クレイジーさんかき氷もありがとう。高校野球はね、そう忙しくてね、行けんかった。行きたかった。行きたかったんじゃけどね。行きたかった。全然のんびり話せんね。いやちょっとカープ見入ったのが余計だったわ。そうないし、ああおい、オッケー。ちょっとよくわからん。とりあえず図形、図形に図形に コピー貼り付け、これにして、やばい、終わるかこれ。終わるけど、ただこれにして、それぞれのボタンや挿入タグの、挿入タグの動作の
ハイパーリンクからスライド、ああそういうことか、分かった、 OK。 こっちは動作のハイパーリンクスライドの、おい、オッケー、日本料理、日本料理黒で40、これで日本料理は何をしろと、内容と画像でページを作成しなさい。早く死んなきゃ、もう画像は適当だ、いいですね、はい、いいですねめちゃくちゃ適当、はい、こちらも一緒ですね、文字を32まででかくします、エビチリ麻婆豆腐、はいはい、中華料理とお酒、中華料理ってお酒？いや、杏仁豆腐の写真の人か、あと25分。
はい、違う違う違う、もうすぐできるやん。はーい。これに挿入ハイパーリンクで、ホースのご案内。こちらも、おい、なんか眠たい、とにかく眠たい、とにかく眠たい。すごくない？ゆうなが12時まで髪の毛伸びた。しんちさん、あとありがとう。てっぺんって12時あと3枚。しんちさん、あとありがとう。そう、ネズミのやつよ。ネズミのやつだよ。こんばんは。あきさん、ソフトクリームありがとう。起きてるよ。ひろゆしさん、かき氷。あきさん、かき氷。きよりさん入った。あきさん、ソフトクリームありがとう。まぶた閉じろら。頑張るぞ。あと、いてててて、あっと、え、いいじゃん、結構いい感じにできたり。違う、これはタイトルスライド、タイトルとコンテンツ、タイトルとコンテンツ。オッケー。違う違う違う、新しいスライド。どうやってやるん、これ。スマートアート消したい。スマートアートじゃない、表示。違うね。体重さんの消去ってやるとどうなるの？
嘘。よかった。ついに分からん。分からん。分かりません。分かりません。これなんじゃろうな。オブジェクト。9、10、4、15でしょうね。どうしたらいい。スライドマスターはどうしたらいいんでしょうか。ちょっとよくわかりません。ヒントない。顔がパーポです。しんいちさん、ミックスソフトありがとう。配色ほんと効果。背景違うね。テーマも違う。背景じゃな。まあいっか。いや。はい。スライド。画面切り替えに任意のアニメーションをつけなさい。画面切り替え。プッシュ。プッシュにしよう。プッシュ。お次。12? いいんじゃろ多分。13、円グラフを作成しなさい。タイトルは日本企業。円グラフを作成しなさい。円グラフだと3。グラフ。円グラフ。これでいいや。
え、なんで消えたん。よいしょ、頑張れ、あと15分。はい、オッケー、できた。日本企業いいよね、もうできてればいいよね。これをグラフエリア、違う、いいんだけど、これのグラフのデザインデータできた。違う、書式右、オッケー、オッケー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 。ノートに以下の内容を入れなさい。コピー&ペースト。何ページ目？いいんか。はい、ノート。ノートに入れました。元に入れました。お次、矢印などの工夫をしなさい。違うの、標準、これを、やばいな、マジでマジでやばい、50分前、もういいや、こだわらん、こだわりません。矢印、はいはい、
え、マジでもうちょっとこれ今日急に終わるかも配信。ごめん。ごめんなさい。レイジン泣いちゃう。レイジさん連帽したありがとう。キヨ兄さんどうぞありがとう。集合横棒グラフ。集合横棒グラフ。いっすげーいっすげー。どんなののこと。これか。集合横棒グラフのグラフタイトルはなし。なんで消えるん。マジでみんなこんな夜まで手伝ってくれて付き合ってくれてありがとう。助かります本当に。マジで絶対やらんもん、こんな遅くまで。寝とったな絶対。よいしょ。これで急げん。まあいいんじゃけど、今日中に終わらんでも明日の授業の前までじゃけん。でも朝は絶対やらないから終わらして寝る。15.6 13.4 10.1 57分ぐらいになったら10.8 29.4 26.2 17.8 15.5 12.6 9.7 0 1 2.3 9.4 0 22.3。これ明日テスト時間中に終わるんかな。こんな難しいの出されたら終わらんぞ。
けた。これに。よしよし。分からん、もう。もういっか。どんどん雑になりよる。クラフトアイドルはなし。もういいや、出そう。矢印。データを取り扱い処理。これでアニメーションフロートイン。オッケー。これもフロートイン。オッケー。終わった。ギリ終わったんじゃね。終わったことにしよう。みんな今日も最後まで来てくれてありがとう。助かった。これか。これの何だったっけ。これか。回答用紙違う。ん、これか。あつ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 、みんな来てくれてありがとう。最後まで見てくれてありがとう。違うな。もういいや、後で出そう。ありがとう。ランキング読めるかな。13位、急いで読むね。レパワーさん、12位クレイジーさん、11位コケダマさん、10位ルディカワルトナさん、9位ももちゃんさん、8位おペタプニプニさん、7位あきさん、6位まるともちゃんさん、5位むねひろさん、4位なすのさん、みさん、みゆさん、2位あきらさん、1位きよりさん、ありがとうございます。みんな12時まで起きててくれてありがとう。明日もね、忙しいと思うけど頑張っていきましょう。ありがとうございました。それでは、来てくださった皆さん、夜まで見てくださった皆さん、ありがとうございました。せーの、皆さん、はい、ありがとう。おやすみなさい。頑張ったね。ありがとう。頑張ったね。これ12時になったら勝手に切れるのかな。切れるの。バイバイ、おやすみなさい。出せるかなって思ったり。